今回は Steam で520円で買ったゲーム、スーパードリンクブラザーズやっていきましょう。なんでこいつらムキムキなんだよ。キャラクターはいろいろいて、コーラっぽいやつ、ペプシっぽいやつ、これはわからない、これもわからない、お水、ストロング系チューハイ、そしてカレーです。カレーだけが違いすぎんだろ。カレー飲み物に分類すんなよ。このゲーム、相当癖が強いですね。まずはこのアルコール度数 9% の、ストロング猫使っていきましょう。今回はクイックマッチです。相手も同じストロング猫だぜ。このゲームは、通常攻撃、ここのゲージを消費する、サブスキルとメインスキルを駆使して、敵の体力をゼロにすると勝利です。ダッシュは黄色の矢印のゲージ分使えるぜ。ストロング猫はサブスキル、私って言うと性格変わっちゃうタイプなの、により、スピードモードとパワーモードに変えられます。紫のオーラが出てる時がスピードモードで、ピンクのオーラが出てる時がパワーモードだぜ。どっちかというと紫状態のが使いやすいですね。そしてガードもちゃんとできるぜ。ガードは使いすぎると壊されるんで、注意が必要です。敵の体力はかなり減ってきてるぜ。なので、今回はいけそう。これがメインスキル、ご機嫌ステップ、2コスト消費して、相手の攻撃をかわすことできるぜ。このストロング猫は遠距離攻撃がなく、完全に近距離タイプですね。メインスキルなかなか便利だぜ。でも他のキャラは強い攻撃技とかなので、このストロング猫が強いかはなんとも言えません。あと一撃で倒せそうだぜ。締めますか。これで、終わりだー。難なく勝利できました。今度はコーラでいきますか。相手はカレーだぜ。コーラは体力が少なめですが、1コストでピザを投げれて、3コストでガードブレイクの攻撃ができます。ここのフィールドはさっきより狭いぜ。リングの形になってますね。攻撃当ててるのにそんなに効いてない。スキルを当ててないからな。ならば、ピザ投げますか。カレーの攻撃ダメージ多いな。カレーはサブスキル、1コストでジャガイモアタックができます。そして4コストでメインのガードブレイク攻撃ができます。なんか、コーラと似たような感じだな。コーラのピザは3方向なので、当たりやすいけど威力が低かったりするんですかね。カレーはスプーンを持ってるから、通常攻撃の範囲がちょっと広いの強いぜ。確かに、コーラだともっと近づかないと当たらない。よし、いい感じに削れてきました。こっちもかなり削られてるけどな。ならば、こっちの体力を考慮しながら、ピザ投げて倒していきますか。ピザは距離取って戦えるからな。でも、カレーにもジャガイモがあるぜ。このジャガイモカーブして当たってくる。それに威力がなかなか高い。あとちょっと。負けたー。今度はペプシっぽいやつ使っていきましょう。こいつは強いですよ。遠距離スキルがあるのか。これがサブスキル、1コストの面止まる。面止まるは弾を投げてるだけのように見えますが、この弾、フィールドに残り続けます。でも端っこに置いてあったらあんま意味ないだろ。さっきのリングフィールドの方が強さを発揮できましたね。それにこいつは他のドリンクよりも体力が多めです。ただ、相手も同じキャラだから条件は同じだぜ。ちなみにメインスキルは4コストも消費する。発化粧、ペプソガードブレイクです。これペプシっぽいと思いきや、ペプソだったか。完全にペプシとは無関係のようですね。今んとこ、体力面でリードしてるぜ。水色ゲージは攻撃を当てる他にも、攻撃を食らっても貯めることができます。ガードの上から攻撃しても溜まります。相手は4コスト消費してガードブレイクしてきたぜ。これで4回分の面止まるのアドです。一方的にいたぶってやる。面止まる外しすぎだろ。相手が避ける準備万端だと面止まるなかなか当たらない。ちょっと崩してからとかが良さそうだぜ。ここをガードで防いで、すぐさま反撃。よし、決まった。残り一撃ぐらいかな。こっちはまだ半分ぐらい体力あるぜ。これは余裕ありますね。あら、まだしぶとい。さすがに次の一撃で落ちるだろ。4コストならあの技が使える。さて、起き上がったらとどめです。おやー。